イトはどうでした？そうですね、まあここに来るのをすごく楽しみにしてたので、まあ、ワクワクしてる気持ちで、まあ今日は自分にとって特別な日になると思うし、まあ本当にワクワクしてる。東京から、飛行機乗って12時間くらいかな。まあ飛行機の中では夜だったので、まあ寝てたんで、はい、まあ今はすっきりしてます。まあ今日っていう日をすごく待ち遠しかったし、まあでも前のチームでのシーズンが終わって少し、休みがあったから、まあすごくリラックスした状態で今は。いいですね。どうですか、そのリボプールのユニフォームは。いや、まあ、赤色は好きやし、似合ってるんじゃないかなと思いますけど。Sit down. All right. Come on in. We're gonna have a chat. I'll ask you some questions and then we'll examine you. まあ、世界のトップクラスの監督と、まあプレイヤーたちと同じチームでプレーするというのはすごく、まあ、本当にそれもサッカー選手としての幸せの一つやし、まあ、さらに自分も、レベルアップできることに対して最高の環境だと思うので、まあ、これからも満足することなく、僕もそういうプレイヤーに人たちとプレーするのにふさわしいということを証明していきたいです。はい、撮ってもらっていいですか。この高さ一緒で、you go up ですね。Yeah, like this. 上げていきます。We go here like this. Yes. And you're gonna just relax. Just relax this. Relax. Okay, Takumi. So, your heart tested good?
They are all normal. Your heart tracing was normal. The heart ultrasound scan shows that the heart is strong, good, normal. Good. So from our perspective, no reason not to sign. Thank you. Pleasure meeting you. Good luck at Liverpool. まあここ数日間ちょっとニュースが出たりとかしてるので、友達とかそのいろんな人から連絡もしかしたら来てますか？めちゃくちゃ来てましたね。まあでも、僕はそのタイミングでは何も言えなかったので、返信には難しかったけど、まあ何も今はまだ何も言えないっていうことだけ言いました。Do you have any Liverpool connections? Any friends or family who are Liverpool fans? So many. まあ、プレミアリーグでプレーするのは自分にとって一つの目標でしたし、まあ、もちろん世界でトップクラスの、リーグだと思ってますし、まあ、自分のキャリアが順調にいけばそこでプレーできるだろうとは思ってましたけど、まあ、でもこのチームでプレーできるとは思ってなかったので、まあ、それはすごく嬉しいし楽しみですね。Holding the shirt, and first time you've seen it? Yeah, first time. Oh. Looks good? Yeah, very good. Very nice. So, okay, I'm going to give you that one. Yeah. And Nick, you? Okay. That's it, that's good. That's very good, thank you, impressive. Straight ahead to the camera. Good. Okay. Okay, go. Yeah! Yeah. Perfect. Thank you. まあ、そうですね、めっちゃ。やっぱりサッカー選手にとっての夢、まあ、僕にとってもすごく夢だったし、まあ、さっきこのユニフォームを見てすごく、まあ、興奮したし、今ユニフォームを着れてることをすごく特別な瞬間ですね、自分にとって。いやだからめっちゃ興奮、まあ、嬉しいし、これちょっと持って帰りたいんですけど、いいですかね。Subscribe Liverpool YouTube チャンネル。 Liverpool の YouTube チャンネルをぜひご覧ください。